こんにちは、たです。今日はこちらの特殊なラケットを打っていきたいと思います。ウィングスパンっていうね、メーカーさんが出してるこちらのね、特殊なラケットでございます。今日はですね、このワールドラバーマーケットさんに来ておりまして、このワールドラバーマーケットさんが取り扱ってるこちらのラケット、まあ、打たせていただけるということで、まあ、もう見るからに特殊じゃないですか。なんだこれっていう感じのラケットではあるんですけど、これね、僕最初こうペンで持つのかなって思ったら、何やらこうシェイク持ちがらしいんですよ。こんな感じで持って、なんかいろいろと本当面白いラケットだよっていうのを聞いてて、ただこれ木の材質はすごいいいラケットだよということなので、ぜひね、今回の動画で興味が出たら、この商品のね URL は概要欄に貼っておくんですけど、興味ある方は買ってみてはいかがでしょうか。というわけでね、僕もこれまだ一回も打ってないんで、その初めて打つ感想とともにね、この動画をお届けしていきたいと思います。やっていきましょう。はい、それじゃあ打っていきたいと思います。まず握り方ってこうですか？結構何でもありです。これでもいいんで、僕は。あ、別にペンでもいいんですか？あの、どっちでもいい、こっちでもいいし。へえ。何でもいいです。あ、ちょっといろいろ、なんか何でもいいらしいんで模索していこうかなと思います。あ、お相手は、あの、下川さん。はい、皆さんおなじみなので、あの、チャンネルまで貼っておくので、皆さん見てください。お願いします。お願いします。じゃあ、最初こうでいこうかな。はい、これでいきます。はぁいや、まあ初手の感想としてはむずい。うわ、飛ぶな普通に。あー、角度が出ねえ。こっちむずいな。全部こうこのなっちゃうな。面が出ない。でもこっちだと巻いちゃう。え、これ下川さん打つ時ペンで打つんですか、こうやって？まあ一応、あの、ペンで打った方がいいかなと思って。ああワールドラバーさんで打った時はペンです。へえー、はい、なるほど。ちょっとバックもやっていきます。よろしくお願いします。まあでもさっきの打ち方的にやっぱりこうかな。これでバックかな。バックは違和感はないかな。違和感はないの嘘だけど。まあまあまあ。ちょっと俺やっていこうかな。え、ちょっと下川さん、フォアドライブ見せてもらっていいですか？はい、お願いします。じゃあ、あの、これで、はい、ペン持ちの、はい、これが表面の、はい、だから握り方全部で4パターンみたいな感じなんですかね。まあ、シェイクの裏表、多分なんか、多分こう、なんかわかんないですけど、はい、なんかこう、なんでも OK、 無限だそうです。はい、わー、え、面出すの難しくないですか？難しいですね、やっぱ。バックいいっすか？はい、あ、バックはやっぱ違和感ないですか？割と普通っす。まあ、ちょっと微妙に、あの、外向いちゃいますけど、まあ割と、だから僕はこの、こっちが表にある方が好きです。はい、特徴とかあります？なんかこれやりやすい、これ難しい。とにかく曲げドラとか、はい、あの、細かい台上とか、サーブブッチとか、はい、あの、もう、変な卓球、はい、が得意。得意で、速いボールを出すの難しい、角度合わせるの難しい。ちょっとじゃあ、この辺ブロックしてもらっていいですか？まさに、カーブドライブとかは、こう面が出るんですよね、すでに。なので、まあ、こう行くとか。うん、ああ。あと、そうだね、シェイクでは出ない面が出るな。うん、こういけるね。そういうことですね。ああ。はあ、下川さん倒しちゃっていいですか？あ、いきなりやりましょうか。じゃあちょっとやりましょう、じゃあ、はい、ウィングスパンのラケットでね、下川さんと対決した昔の動画はね
上がってますけど、まさかのそれ以来のフレーズがこれっていう感じではあるんですけど、あの激闘の借りを返すしかないです。なんか2種類あるんですよね。ラケットはとりあえずなんか、あの多分ラケットの色が、はい、あ、木の色が、はい、ちょっと違う、はい、ちょっと詳細はあの URL の方チェックしてください。お願いします。え？あ、やばい、初心者か。あれ、あ、むずい、これは今相手が先が強い、結構弱い、集中。ふぅ、やばい、やばい、感覚ねえ、ほら。ふぅ、あ、やばい、やばい、もう攻めやろ、ワンチャンこっちの方が強い。さあ、売れてるらしいので、ぜひ皆さんね、興味のある方買ってみてください。というわけでありがとうございました。卓球ユーザーに最適なお仕事探しは卓球人 .com、 キャリアの無料相談をやっているので、ぜひ一度概要欄から相談してみてください。卓球用品のご購入は卓撃屋がおすすめです。イベント豊富なオンラインショップにぜひ一度顔を出してみてください。